ちょっと白飛びしてないよね。結構ね、皆さんのねご意見私ちゃんと読んでるんですよ。あの話し方が気持ち悪いとかそれはねちょっとあの気にしてはいなかったんですけど、でも話し方ってやっぱ大事かなって思ったので、ちょっと今年はもうちょっとはっきりあの頑張って綺麗に話そうかなと思います。はい。で、あの白飛びがひどかったっていうので、今結構あの普通に調整してるんですけど、まあ、よく見えるかな。あとあの手元がよく見えないと言っていたので、カメラ2つあの用意しました。まずこうやって正面に映ってるのと、こう手元に映ってるもの2つで、テーブル、まあ、テーブルがあると見えやすいんじゃないっていうアドバイスもいただいたので、テーブル用意しました。はい、ではメイン行きます。じゃじゃん。はい、サマンサタバサの2万円福袋です。なんか今年ね、パッケージ違うんだよね。なんかナイロンっぽい感じの、なんかあのイケアっぽい感じなんですよね。うー、楽しみ。で、もう一つあります。じゃじゃん。はい、こちらは、プチチョイスの方です。1万円の福袋ですね。前回5万円くらい使って、で福袋4つも買ったんですけど、でもちょっとね、あのベガが若干うつ袋だったんですよね。まあ正直に言ってしまうと、まあちょっと残念だったので、やっぱり外れの少ないあのサマンサタバサと、まあ、プチチョイス、今回この2つだけを買いました。でちょっと2回に分けてそれぞれ開封動画別々でリリースしますので、とりあえずまず先どっちにしましょうかね。じゃあ小さい方からいきます。このバッグなんかあれだよね、これだけでも使えそうですよね。 Have a good day サマンサタバサプチチョイスって書いてあります。はい、では早速開けますよ。ちんたらやってる場合じゃないですからね。あ、これなんかもう切れてるじゃんもう切れてるんですけど、取れちゃってるよ。まあいいや。でもまあ中も全然まだ見てないからね、みんなと一緒に見たいから、じゃあいきまーす。3、2、1。うん、うん、はあ、この2つですね。ちなみにこの中保冷できるあの感じになってますね。ちっちゃいポケットがついてます。でファスナーもついてるからね、お弁当とかに使えそうですね。はーい、ではでは小さい方から開けましょうか。ボックス2つありますね。これは多分ね、パスケースかな、小銭入れかな。これは多分お財布、てか絶対お財布。うわ、あーすごい、ドキドキする。もう、じゃあ行きます。3、2、あ、すごい手震えてんだけど。3、2、1。はい、ケースでした。はい、パスケースです。結構大人っぽい感じの色ですね。バイカラーになってるね。これすごくね、あの今年の春夏っていう感じのお色ですね。ここのファスナーがついてますね。あ、これ小銭入れになりますね。ちょっとあのまだちゃんと開けないけど、でここに多分パスモとかスイカを入れるんじゃないかな。でチェーンがついてます。うん、いいんじゃない、いいんじゃない。これちょっとあのフォーカスしてませんけど、いいと思いますねこれ。あ、でちゃんとこうやって付け外しができるタイプですね。うん、いい、いい。かなりいい。かわいい、かわいい。やっぱ、外れないね。うん、あ、でも嘘。あの、初めて福袋やった時、あの、2018年のやつですね。こっちでリリースしてなくて、別のチャンネルでリリースしたんですよ。それは、若干、うつ袋でしたね。うん。
でも今回すごくいい感じです。なんか流行の色使ってるし、可愛いチェーンもついてるし、ここ外すとどうなるんだろう。ちょっと撮りましょうか。やっぱあのカメラ2つあるといいね。全体も見えるし、手元も見えるし。おお。あー、かわいいかわいい。いいいい。で、このサマンサタバサのここね、もう撮っちゃおう。こんな、見えるかな？ちょっと頑張って、ズームするよ。あー、やっぱちょっと近いかな。近い近い。私の指にフォーカスしちゃってるね。ここにサマンサタバサプチチョイスっていう刻印があるんですよ。ちょっと見えにくいよね。かわいい！早速使います。はい、でこちらお値段はこれグレージュなんですね。パスケースって牛革っていうのかな、牛革で、1万1000円、税別1万1000円のものになります。あ、でもこれしっかりしてるわ、やっぱり。はい、じゃあ次いきます。絶対財布。あー、何色だろう、すごい気になるな。赤じゃない方がいいな。いきます。3、2、1。おー、あー、きたーわー、すごい、かわいいピンク、ピンク、ピンク大好きあー、いいいい、これいい、やばい、かわいい。あ、しかも、あー、いつものやつ、今ちょうどブルーのやつ使ってて、ちょっと光沢の入ってるやつなんですね。で、全く同じデザインだからこのままこっちに移行できますね。はい、でちょっとこれ撮っちゃいましょうか、よく見えないからね。これとこれを撮って、はい、なんかあのいつもの定番のデザインですね。カード入れが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12箇所かな、12箇所入れられます。で、真ん中にまあちょっとこういうスペースもあって、ここにも入れられるかな。で、ここ多分コイン。でもこっちのコインケースのやつと併用すれば、ここもなんか別の用途で使えますよね。で、ここにお札を入れる。あ、それか、多分人によってはここにお札を入れるのかな。どうだろう、お札入るかな。ちょっと試しに入れてみましょうか。はい、今使ってるやつでーす。これは福袋ではなくて、自分で、まあ普通の時に買ったやつです。もうこれもこれですごく気に入ってます。で、福袋で当てたやつはね、ちゃんと使ったんですよ。使ったけど、もう1年投資で使ったので、ちょっとボロくなっちゃったんです。で、まあ見た目って大事なので、なんかね、お財布出した時に、ちょっと汚れとかあったりすると、それだけで印象が違ってくるので、私いっぱいレシート持ってるんですけど、じゃあとりあえず今、千円札、貧乏なんですよ、私。福袋、今回旦那が買ってくれたしね。で、ここ千円札。はい。これが、ちょっと入るかどうかチェックしましょうか。まあ、ここは余裕で入るよね。あ、ここ無理だね。入んないね、ここは。折れば入るけど、全然入んない。五千円札と千円札って長さがちょっと違うんだね。こっちの方が短い。千円札はギリギリ。でも多分ね、このファスナーで破いちゃうね。無理無理。やっぱお札ここだよ。うん、ここここ。やだもう、かわいいこれ。いや、これすごい当たり。すごい好き、これ。サマンサさん。毎度毎度。なんか、あなたがありがとうっていうのおかしくないって言われちゃうんですけど、ありがとうございます。大事に使いまーす。そうだ、お値段ですけど、こちらも、しっかりしてるからね。
牛革って正しい言い方、1万8000円のものになります。税別1万8000円、合計で2万9000円、1万円の福袋に2万9000円相当のものが入っていました。はい、これはハッピーです。じゃあ次の動画で、サマンサタバサ大きい方の開封動画、になりますのでご視聴くださいませ。とりあえずここは一旦おしまい。